ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で、それまでは戦闘力をうまく消して、奴らに俺があのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら、奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品。クリリンさん、あっちの方向。よし、ご飯急ぐぞ。やっぱりドラゴンボールは7個集まってるみたいです。よし、チャンスだ。えっ、父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。そうですね。それにしても悟空のやつ、一体どんな修行をしてあんなに強くなったんだろうな。やっぱりお父さんはすごいや。ドラゴンボールの反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら地面に埋めて隠してる。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しや。そうしたらあのチビどもを片付けて。こ揃った7つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい、いでよシェンロン。そして願いを叶えたまえ。出ない、シェンロン。ちょっとセリフが違うのかもしれません。くそったれども。クリニさん、誰かこっちに。え、邪悪な2つの気を感じるぞ。じゃあ、悟空、キニューと。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ。ドラゴンレーダーで。そんなものか。それで。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出て。それより悟空、お前、なんか変じゃないか。それに、なんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけて。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃない。わかりません。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が。なんだって。お前は。クリリン。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺は。そんな。体を入れ替えただと。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら遠慮なくそいつをぶっ飛ばす。そんな。貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなく。やってみりゃわかるさ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリはつ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは。おっと、だったら俺も相手をさせてもらう。ベジータ、貴様いつ。早速この体のパワーを試させてもらうぞ。精神と体がバラバラだから力が出せないんだ。もっとパワーを出せるはずだ。そっかね。
射ボーン。ということだ。シースがやられるとは。次はお前だ。死ねまさかチェンジ。やってくれ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん、元の体に戻ったんだ。くそ、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今やつにベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞ、その体を。これだ。チェンジ。やろ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いい加減喋ったらどうですか。ドラゴン最長老を殺せばドラゴンボールはこれが最後の警告にしましょう。そろそろデンデが お前が知りたがっている合言葉をつ何あいつか。おのれ。ギニュー特戦隊の反応がない。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とそしてドラ。おのれ。
願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。え、戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ、すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療している間に最長老さんところにシェンロンを呼び出す合言葉を聞かないと。そうですね。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて。うん。